21世紀の首都会修道士の修道服としてのスカプラリオを着用している姿スカプラリオとは、ラテン語のスキャプヤリ,リーから名付けられたキリスト者の方からぶら下げる衣装である。スカプラリオには2種類あり、修道士や修道所が着用する修道用と信仰者用がある。両方とも単にスカプラリオと呼ばれる。一般的な信仰のオブジェクトとして、これを身につけるものに、 キリスト者としての人生を送る自らの約束を思い起こすのに使用される。修道用スカプラリオは当初7世紀ぐらいにベネディクト界の修道者の間で着用された。それは着用するものの正面から肩にかけられ、後ろへ吊るされる布でかなりの長さがあり、しばしば膝まで届く。形、色、サイズとスタイルで異なる形式もある。 中世の修道士のスカプラリオは、擦り切れるまで使われるエプロンとして使われ始めた。スカプラリオは、後に修道会等の修道服として広まっていった。現在、多くのキリスト教の修道会で、修道士と修道所が着用する修道服の一部となっている。信仰者用のスカプラリオは、修道者用に比べると非常に小さな布でできている。これは、 修道者用のスカプラリオが徐々に小さく変形したものである。このタイプのスカプラリオは修道会の会員ではない個人によっても着用される。英国国教会はこれらを秘跡とみなす。信仰者用のスカプラリオは数センチほどの2つの小さな布地の中に聞いたか厚紙が入っているもので通常は長方形であり、キリスト教の聖句や祈り、 イメージ画的なものもついている場合もある。その小さな長方形は2本の紐で結ばれ、片方は胸の上に置かれて、もう片方は紐を肩にバンドのようにかけて背中に吊るす。多くの場合、両方のスカプラリオもそれを身につける人たちは、ある約束時もすることとなる。約束時のいくつかは伝統に基づくもので、他のものは形式的に指導者の認可のもとに身につける。 例えば、ローマカトリック教会では、他のいくつかのポピュラーな信仰的オブジェクトと同様に、数世紀以上も、幾人かのローマ教皇はこのスカプラリオを身につける、人に特別な面証拠し揮もスカプラリオ、ズキ巾となった。修道所の服装には、チュニックとスカプラリオとズキ巾となった。スカプラリオは、修道士と修道所であるという事実の、 象徴的なエイプロンであると研究する著者もいる。何かの肉体労働をするとき、スカプラリオを保護用エイプロンで覆うか、慎重にまくり上げるか、労働の邪魔にならぬように肩越しに長さを調整する傾向があった。カルトジオ会の修道者は、スカプラリオを白い服で覆った場合、フランシスコでスリーバラン1630から1635日では、修道用スカプラリオは、 修道者も修道所も多くのキリスト教修道会における修道服の一部である。スカプラリオは胸の幅の肩から肩までの外で着用する衣服である。それは足先の寸前まで体の前と後ろまで垂れ下がる。しかし両側は開かれたままである。東方教会の伝統的修道者たちが使用していたアナーボスに似ているようにも見えるが、それは関連がない。 歴史的に修道用スカプラリオは時代によってはシールドを意味するスコートをまと言われた。そしてそれを頭の上からかぶったので当初はそれをカバーし保護するために別の布地が出来上がった。その最も初期の時点から修道用スカプラリオを着用する場面では着用者は服従とキリストとの絆について口にしたものであった。 キリストとの絆という言葉は、服従を意味し、そしてスカプラリオを外すときは、権威に反抗し、キリストとの絆と離れるようなものであった。例えば、カルメル海修道会の会則では、深刻な過ちをした場合、スカプラリオを身につけて、ベッドに入るべきだと、1281年に定めた。そして、1369年の改則では、スカプラリオをつけずにミサを捧げる。 カルメル海修道士は自動的に破門されることも含まれている。茶色の肩犬を着ているアルゼンチンからの戦則カルメル海修道女数世紀が過ぎた後、修道会は基本的なスカプラリオを自分たちが適切であると考えた形に変形していった。その結果、今やいくつかの別個のデザイン、色、形、大きさのものが使われている。ドミニコ修道会やカルト授業会は 以前からの形であるスカプラリオを修道服の別の部位と切り離されたアイテムとするよりも、むしろスカプラリオにフードをつけた。そして、時が経つにつれてスカプラリオの色は選別ができるようになった。例えば、1255年以前アウグスチの会の修練者のスカプラリオの色は黒だった。床に伏せた修道者のものは白だった。しかし、その後、 すべてのスカプラリオは床に伏せた修道者のものと同じくすべて白でなければならなかった。いくつかのケースでは修道用スカプラリオは修道会内のランクやレベルを区別するために使用された。いくつかの著書が示唆するには修道者用ではない省略型のスカプラリオを身につける伝統が始まったのは十一世紀の聖ペトルスダミアニの時代で修道者用スカプラリオが 徐々に布の小さなアイテムに形を変えたものであった。その修道者用ではないスカップラリオは修道者や修道所の修道服の一部で信仰を表す小さなアイテムであった。それは個人たちで属性で生活するが修道院に属することを望んだ人々、オブレーツと呼ばれた人々がそれを身につけた。中世になるとキリスト社の信仰で 宅発修道士の霊性を補助する団体の感覚が一般的に認められるようになってきた。時々第三回と呼ばれたが、それは彼らが宅発修道者と修道所のその次に設立されたからである。これらの第三会員と呼ばれる人々は彼らは通常修道者の完全な修道服を身にまとうことは許されず、第三会員用の修道服を着ることを許諾された。 完全な修道院の修道服を着用できることは、それは大変栄誉なことで大きな特権と捉えられていたため、修道的先生を立てていない第三回会員は、その着用はできなかった。第三回などの奉仕団体は、特別な功労をした特別な階級の人が、人々の中でどのようなアイテムを身にまとうかを形成して行った。フランシスコ会の中では、彼らは、 コードベアラーズとして知られている。これは彼らが修道士が身につける腰紐のイミテーションを胴体に巻きつけていることによる。フランス革命とナポレオンによるフランスとイタリアへの侵攻による修道生活の混乱後、第3回の修道服の着用は禁止された。このようにして結局、修道者が身につけるスカプラリオより、 小さな形状のスカプラリオを修道者ではないものが授けられるのは当たり前のこととなった。むしろ紐でつながれているウール地の2つの長方形の布地という形状だった。布の全長は数インチ幅で現代の信仰者用スカプラリオより非常に大きいものであった。これらのスカプラリオは現在でもフランシスコ海、カルメル海、ドミニコ海の 第3回会員に着用されている。修道の恵みを得るため、会員は絶えずこれらのスカプラリオを身につけなければならない。しかしながら、1883年には、フランシスコ会第3回の規則における検証、いわゆるミズリーコースディユースでは、教皇レオ13世は、第3会員の中型サイズであるスカプラリオも、小型の信仰者用スカプラリオも着用するものは、 同様に修道と結びついた面章を得ると宣言した。いくつかの修道会によっては自分たちの大型のスカプラリオの小型版を未だに第三会員に与えているところもある。そのスカプラリオは時々縮小スカプラリオと呼ばれる。このような短いスカプラリオは落ち着きあるようにそして家庭や職場での服装のもとに着られるようにデザインされている。 信仰者用スカプラリオカルメルさんの聖母茶色のスカプラリオ信仰者用のスカプラリオは一般の信仰のためのン具である。一番使用するのがローマカトリック教会で同様に使用するのはアングリカンチャーチとルーテル派である。それらを身につける人たちの宗教団体への制約、成人、または人生の歩み方を示し着用者に その約束を思い出させるようにデザインされている。進行者用のスカプラリオには、イメージ画などが描かれているもの、または、セークなどが入っていたりするものもある。進行者用スカプラリオは、二つの長方形のウール、または、その他の布地が紐で結ばれているもので、長方形の一つは、それを身につける人の胸の部分にぶら下がり、もう片方は二つの紐で肩越しに、 背中の部分に当たるようにぶら下がる。スカプラリオの中には別の紐を腕の部分に通して長方形の布に結びつけるタイプのものもある。ロザリオとスカプラリオ信仰者用のスカプラリオのルーツは一般の人々を霊的な指導のために教会などに集め、熱心な信者へのいくつかの気象、入会者と献身的な働きをした者の印を授与することなどにたどり着く。 スカプラリオに描かれているものやメッセージは大抵、その修道会が焦点を当てているものや、伝統、特に信仰していることである。信仰者用スカプラリオと面ンは17世紀から18世紀にかけてカトリック教会のフラタニティの発展とともに結びついた。特別な約束時と面ンがスカプラリオを着用する。 ことによって結びついたという事実は、スカプラリオの追従者を増やすことにつながっている。これは、初期の例で言えば、カルメル山の聖母のスカプラリオや、カルメル界の修道服に、その事実が見られる。この約束時は1251年に、聖母マリアが、イギリスのケンブリッジで、カルメル海修道士の聖サイモンストックに出現し、カルメル山の聖母の茶色のスカプラリオを身につけることを、 進め、信心深く、これを身につけたものを救済する約束を彼にしたという、その彼の主張に応えるためだった。このことが、カルメル会の伝統がその基礎となっている。しかしながら、この由来は、学者たちに議論を投げかける。今日、歴史家たちはこの聖母、マリアの出現が、本当に起こったのか疑問を投げかける。他の主張では、カルメル会の他の修道士が、聖母、 マリアの出現を目撃したというものもある。カルメル会の快則ではそのウェブサイトに、聖母がご出現になって、スカラプラディオをお手渡したという原子が、歴史的に否定されたとしても、スカプラディオそのものは、すべてのカルメル会会員に対する聖母の母としての、保護、イエスの後を、追う個人の約束として、イエスのすべての弟子の完璧なモデルである聖母の、足取りを追うものであることは残り続ける。 と書かれている。茶色のスカプラリオの正確な起源に関する学級的な議論に関係なく、それが13世紀後半からカルメル海衆動会の習慣の一部であったことは明白である。茶色のスカプラリオを持ったカルメルさんの聖母像無1617年まで日付が遡る無限在の親鳥の青いスカプラリオは、結局無限在の親鳥を信じて青いスカプラリオを身につけ、 定説にその人生を送る人には、たくさんの面相と多くの恵みを約束された。1885年に、教皇レオ十三世は聖顔のスカプラリオを承認した。これはベロニカまで引き上げた。この教皇は、良き勧めの聖母のスカプラリオと、聖ヨセフのスカプラリオも、また1893年に承認している。そして、精神のスカプラリオを1900年に承認している。 1611年には、聖母マリアゲボク会の彼らの黒いスカプラリオが、教皇パウロ5世から免賞を受け取った。19世紀の間、多数の他のスカプラリオが承認された。聖母の汚れなきお心の白いスカプラリオは1877年に、教皇ピウス9世に承認された。良き勧めの聖母の白いスカプラリオは1893年に、 教皇レオ十三世から承認を受けた。聖母にそのスカプラリオの着用者に良き導き手になってもらうようにとのことである。描写の救護者の聖母の黒いスカプラリオ、これは聖カメリウスデレリスによって設立されたフラタニティのものであるが、1860年に教皇ピウス九世によって承認されている。1863年には教皇ピウス九世は、 緑のスカプラリオが始まると、ロザリオや茶色のスカプラリオなどがカトリックの信仰を表すものとなった。1917年に報告されたファティマの聖母の出現では、聖母は片手にロザリオ、もう片方の手にスカプラリオを持った姿で現れた。ルチア・サントスは、聖母が彼女に伝えた言葉は、ロザリオとスカプラリオは切り離すことができない。だった。 アメリカにおいては、スカプラリオマガジンによって100万人のアメリカ人をファティマのメッセージのもとに、ロザリオの祈りを捧げることになった。ロザリオと信仰者用のスカプラリオのつながりは、21世紀に入ってもつながっている。カトリック百科事典は信仰者用の小型版の18のローマカトリック教会が公認したスカプラリオをリストアップしている。 ローマカトリック教会によって認証されたすべてのタイプで最も知られており、そしておそらく最もポピュラーなものはカルメルさンの聖母のスカプラリオである。時々はそれはその型品もなどの色から茶色のスカプラリオとも呼ばれる。レオデゴスブリアンド司教によると信仰者用のスカプラリオを身につけることは向上的な瞑想として見られている。自分がどこにいようと、 私が何をしようと、聖母マリアは、私の聖母マリアに対する崇敬の証拠を見ずに、いらっしゃることはない。という。このスカプラリオは、それは、歴史的に、イギリスでは、英国国教会の信仰の中でも、また人気のあるスカプラリオである。緑のスカプラリオは、信仰のない人々を回収させるために始まった。のだが、キリスト教コミュニティの間のもう一つの人気がある。 スカプラリオである。霊的な観点から言えば、信仰者用スカプラリオは、瞑想の過程において、カトリックの礼拝と調和する信仰の鍵だという主張もある。それぞれのスカプラリオがそれぞれ特定の身につける資格と着用法があるが、ローマカトリック教会は、そのすべてのタイプのスカプラリオに関係する特定の規則を規定した。それは、修道的であることか、信仰的であること。 宗教団体と関連したスカプラリオは、その宗教団体の定められた代表者から、授けられなければならない。神秘的で信仰に関連付けられたスカプラリオは、シンプルなにそれを着用者に与える司祭からの祝福である。スカプラリオを受けることによる恵みと面書を受けるためには通常、それをずっと着用しなければならない。スカプラリオを着用せずに、しばらくの間放置しているなら、 スカラプラリオを受け取った人はその期間は恵みを受けないことになる。スカプラリオを受けた人が再び着用したならば、恵みはその時から受けることができる。進行用のスカプラリオは、それに付随している両肩用の紐もきちんと整備し、良い状態に保っておかなければならない。一組のスカプラリオは同じ紐で結ばれているが、最優先されなければいけないのは、その紐の色は、 そのスカプラリオによって定められている色のものでなければならない。もし、スカプラリオの一部分が破損してしまい、うまく修理することができないのであれば、それは取り替える必要がある。しかしながら、その着用者にとって物質としてのスカプラリオでなく、着用者の信仰のスカプラリオから恵みを与えられているのであれば、スカプラリオが交換されることは必要ではない。ありがとうございます。